どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は個人的に最近買ったデバイスの中で3本の指に入るぐらいに満足しているこちらの左手デバイス XP ペンの ACK05 のレビューをしてみたいと思います。動画編集をしている方ならこのね形状これを見てすぐに便利そうって思ってもらえるんじゃないかなと思いますが、そうなんです。このね薄さコンパクトさながら10個のショートカットキーをこちら割り当てることができて、しかもねホイールにも割り当てができるのでタイムラインのフレームを送りなんかも簡単にできてしまうという動画編集がめちゃくちゃはかどる左手デバイスです。このねホイール付きなのがね嬉しいんですよね。コンパクトなのにホイール付き、薄さもこんな薄いです。めちゃくちゃコンパクト、薄い、スリムで、家で使っているオービタル2というね左手デバイスがあるんですけど、まあ、あれめちゃくちゃ使いやすいんですけど、まあ、家で使う分にはもちろんいいんですが、持ち歩くにはね結構大きいんですよね。まあ、それに比べてねこれであればこんなスマホサイズでコンパクトでもう 75g というね超軽量なので、僕は最近持ち歩いてるねこういうガジェットポーチの中に入れて持ち運んだりするにも全然負担のない、持ち運びもしやすい左手デバイスです。で、あと先に言ってしまうとこれね6000円ぐらいで買えるんですよね。めちゃくちゃコスパも高くて、こういうね左手デバイスって3万円以上するようなものがほとんどなんですけども、これはね6600円かな税込みでで購入できます。コスパがめちゃくちゃ高いです。僕は普段は動画編集で使っているダヴィンチリゾルブでしかこれね使ってないんですが、この XP ペンっていうブランドがもともとグラフィックのタブレットとかね開発してる会社なんで、グラフィックとかイラストレーションのソフトでも活用できるデバイスになってます。ホイールを回転させてキャンバスを回転させたりね、そういったことができるということですね。そういう使い方する方もねめちゃくちゃ使い勝手いいんじゃないかなって思います。で、僕は動画編集しかしないんで、まあ、その視点からこのデバイスの魅力を伝えていきたいと思いますが、まずはね使用感がどんな感じか実演してみようと思います。こたつと代々木公園に行った時の動画を編集してみようと思うんですけども、はい、タイムラインを再生させて、このカメラが立ち上がるところまでいらないなと思ったらホイールで微調整してカット、ちょっと先に進めて、でここから先この辺かないらないなと思ったらここから先をカット、タイムライン全体を見たかったらタイムラインを縮小、タイムラインを拡大で先頭に戻る。はい、こんな感じでカット編集めちゃくちゃ簡単にサクサクできちゃいます。同じ編集をこれを使わずにやってみたら結構時間かかるんですけども、これにショートカットキーを割り当てたら動画編集がめちゃくちゃはかどるのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。こういったね左手デバイスなんですけど本当にこれおすすめなんで、こちらねもう少し詳しく紹介させていただきたいと思います。まず最初にねパッケージの同梱物も紹介していこうと思います。箱を開けますと、はい、まずはこの本体ですね、こちらが入ってますね。あとはマニュアルで、あとこれシールがこういう風についてます。さっきのこの本体割り当てた時にどこにどのボタン割り当てたか分かりやすくするようにこういったシールがついてます。僕貼ってないですけど、貼った方が分かりやすい方はこれ貼ってみましょう。あとは USB-C のケーブル、有線で使うこともできるので有線ケーブルもちゃんと入ってます。あとはこういったレシーバーですね、ドングルというのかな、これレシーバー1つ入ってます。で、続いて PC との接続方法と初期設定の流れを説明していきます。 PC との接続は有線でつなぐこともできるんですけども、ここはねやっぱりワイヤレスでつなぎたいですよね。で、ワイヤレス接続は Bluetooth で直接つなぐ方法と、先ほどのねこの専用のレシーバー、これを PC につけて接続するっていうね、この2つの方法で接続することができます。まあ、Bluetooth 接続でも安定して途切れたりもせずに使えますので、僕はずっとね Bluetooth で接続していますが、 Bluetooth の接続が不安定な方とかは専用のこちらのレシーバーを使った方がより安定はしますので、安定する方で接続してみてください。はい、ではね早速接続していきましょう。今回は Bluetooth の接続方法を説明していきます。一回ちょっと初期設定に全部戻した状態から説明していきます。本体の側面にこう電源スイッチがあるので、このスイッチをスライドさせます。そうすると今こうね青くゆっくり点滅してますよね。これは電源が入っているけど Bluetooth 接続がまだされていない状態です。この状態の時にこの真ん中のボタンですね、ホイールの真ん中のボタン、これを6秒間押します。そうするとさっきの点滅がちょっと高速の点滅に変わりましたね。これで Bluetooth 接続待機状態になってますので、 PC の方の Bluetooth の設定でショートカットリモートというデバイスを選択します。
はい、これでペアリングできました。ペアリングするとインジケーターがね、こう30秒間青く点灯します。点滅が点灯に変わります。はい、もうこれで接続はできましたので、次はショートカットキーの割り当てをしていきます。これはね、XP ペンの専用ドライバーを PC にインストールして、ここでね、設定していきます。これが XP ペンのドライバーの画面です。もう一度僕が設定していたの全部クリアにしておいたので、普段僕が設定しているキーの割り当てをまた最初から設定してみたいと思います。流れを見ていただいた方が参考になると思うのでね、もう一度1から設定していきます。ご覧の通りね、結構直感的にキー割り当てできそうなインターフェースになっていますけど、これアプリごとにキーの割り当てを変えたりもできるので、まず一番上のこのボックス、ここに使用するアプリを登録します。このプラスボタンを押すとアプリがいろいろ一覧で出てくるので、今起動しているアプリが出てくるのかな。でこのダヴィンチレゾルブを OK でね、登録します。はい、ダヴィンチのアイコン出ましたので、こっちを選びます。でもちろんここにイラストレーターとかフォトショップとか別のアプリを追加すれば、それぞれのアプリを使っている時のショートカットキーのセットを呼び出すことができます。では設定していきます。これ今左上にホイールが来てますね。実際ここに置いてるのも左上にホイールが来るように置いてるんですけども、多分ねこれが XP ペンって文字がこういう風に書いてあるので、多分これが正位置なんですけど、僕はねこれをね180度回転させて使っています。この方が親指でホイールを動かして、それ以外の指でショートカットキーを押せるので使いやすいんですよね。この向きで使うことが多いのでこっちにしています。でこれ設定画面の方をこの向きに変えることができるので、これもねめちゃくちゃ簡単で、この回転の設定から180度って選ぶと、このショートカットキーの割り当ての画面も180度回転するので、まあ見ていただくと分かるんですけど、90度とかももちろんできますけども、こんな感じで90度ごとにね、回転させられるので、180度で反対向きにして、これで設定していきます。で今からキー割り当てをしていきますけど、これダヴィンチリゾルブ側のコマンドに対応させていくことになるので、先にダヴィンチリゾルブのキーボードのカスタマイズをしておいて、そのキーを XP ペンのボタンとかホイールに割り当てていきます。多分ね皆さん独自のカスタマイズキーにしていると思いますが、今回はね僕のカスタマイズを使っていくので、こちらをねダヴィンチリゾルブのキー割り当ての画面でね先にお伝えします。ダヴィンチリゾルブのこのメニューのキーボードのカスタマイズ、これですね。はい、こちらを説明していきます。これがダヴィンチリゾルブのキーボードのカスタマイズ画面ですが、まずホイールに割り当てたいのがこのタイムラインを前後に移動させるというねコマンドなんですけど、ダヴィンチリゾルブではこの左右キー、これが右を押すと1フレーム進む、左を押すと1フレーム戻るというのがそれぞれねキーボードに割り当てられてます。でこれ実際の画面でもこういう風に押すと右、左、こういう風に1フレームずつ進めることができるようになってますね。あとキーボードで分かりやすいところだと、コマンド Z で取り消し、あとはスペースキーで一時停止と再生、再生と一時停止の繰り返しですね。まあこのあたりは初期設定のままですかね。であと僕設定してるのは Q にクリップを分割ってこうねカットポイントを入れるコマンドを入れています。で隣の W は先頭再生ヘッドの位置へというコマンドを割り当てていて、これを押すと今カーソルがあるフレームから一つ前のカットポイントまでを削除して詰めてくれます。今カーソルがあるところから一つ前のカットポイントまで、まあ、ここになりますよね。ここまでをカットして詰める、こういうのが自動的にできるようにしています。カットして詰める、もともとこういうのがあったんですけども、これをカットして詰める、こういう風にできるようにしています。でその隣の E、 これは末尾を再生ヘッドの位置へというコマンドを割り当てていて、これを押すと今カーソルがあるフレームから一つ後のカットポイントまでを削除して詰めることができます。さっきは前を切ってたんですけど、今度は今カーソルがあるところから後ろ次のこのカットポイントまで、ここを削除して詰める、こんな感じですね。削除して詰める、こういうコマンドを割り当てています。まあ、この3つのコマンドを設定したら、ここでカットポイントを入れたりとか、あとはここから手前を切るとか、ここから後ろを切るとか、まあ、こういったことが簡単にできるので、この3つでだいたいねカット編集サクサクできちゃいます。あとはシフトと左で1秒戻る、でシフトと右で1秒進む、こういった割合でもしています。これはシフトを押しながら左で1秒戻る、でシフトをしながら右で1秒進む、こうやってですね。
あとシフトと上でタイムラインの先頭へ戻すようなコマンドも入れています。この辺まで見ていて、だからタイムラインの一番初めに戻したいときにシフトと上、これで一番初めに戻るようにしています。であと Z でタイムラインの拡大、シフト Z でタイムラインの縮小、こういったコマンドも入れています。 ZZ ここはね広がりますね。 Z とシフト Z、 はい、ダヴィンチリゾルブ側のキーボードのカスタマイズはこんな感じで、これらを XP ペンのホイールとボタンに割り当てていきます。はい、まずホイールですね。ホイールにキーを割り当てていきます。でこのホイールには4セット設定できるんですけど、このズームのここの設定だけいじっていこうと思います。でズームを押しますと、こんな無効化とかカスタマイズができるので、このカスタマイズを押します。そうするとここで左右のね回転の矢印ついてますけど、それぞれにどのキーを割り当てるかっていうのを設定できるので、ここで左回転の方にはキーボードの左を押します。で右回転にはキーボードの右を押します。そうするとこんな感じでね左右設定できまして、でここカスタマイズで名前も変えられるので、ここにスクロールとか入れときましょうか。はい、でこれで OK。 このねホイールの設定4つありますけども、これらをこの真ん中のボタンを押すことで切り替えることができるんですね。もともと今ズームになってたところ今カスタマイズしましたけど、ズームとスクロール、ブラシサイズ、回転、こういう順番ですね。こういう順番にこのセットを切り替えることができるので、なので今みたいにこのカスタマイズで設定したみたいな左右のキーを割り当てるセットと、あとは例えば次のところには編集画面のタブを切り替えるセットとか、あとはお絵かきサイズのこのブラシのサイズを変更するショートカットとか、あとは回転、このキャンバスを回転させるとか、まあそういった4セットを個別に設定して真ん中のボタンで切り替えることができます。僕はね左右キーだけ割り当てられればいいので、ここはまだ活用していませんが、ホイールキーをね使い倒したい方はぜひいろいろ設定してみてください。はい、次にこのね10個のキー、ここにねキー割り当てしていきたいと思います。で僕は普段はねここに再生関連の割り当てをしていて、ちょっと設定していきましょうか。左上ここはシフト、今ねコマンドシフト Z 入ってますけど、一回これゴミ箱ボタンを押して消します。左上はシフト左をいつも入れてるので、シフトを押しながら左押します。これで1秒戻すっていうコマンドですね。これをここ入れました。で続いてスペース、ここはスペースキーなので、まあ、今の通りでもいいんですけども、スペースキーをこれで押すと、そうするとスペース入りましたね。これで再生と停止ボタンをここに割り当てたことになります。でその隣、ここはシフト右ですね。1秒送る、1秒進めるというのをここに設定します。で左下の大きいボタン、これは結構頻繁に使うんでコマンド Z ですね、取り消し、はい、ここをコマンド Z 入れましょう。であと6つ残ってますけど、この中段、ここはさっきのねカット編集 QWE を割り当てています。はい、割り当てましょう。ここに Q、 ここに、これなんかショートカットキーでコントロールとかにいろいろ出てきちゃうんですけど、このエクスプレスキーってやつを押せば一つのキーだけ押すショートカットキーの割り当てになりますので、ここで W 入れます。でその隣、これもエクスプレスキーにして E で、これで QWE が割り当てられました。カットポイントの挿入と取る爪ができるボタンですね。はい、これを入れました。であと一番下、ここはズーム系を入れてますね。左がタイムラインの拡大なので Z で、その隣がタイムラインの縮小なのでシフト Z で、一番右のボタン、これはタイムラインの1フレーム目に頭出しするキーですね。シフトを押しながら上、これを割り当てます。さっきダヴィンチリゾルブのキーカスタマイズで設定したものをこの XP ペンの方にも割り当てました。こんな感じで割り当てます。今ね一つずつ丁寧に説明しましたけど、こんな感じでねキーの割り当てはめちゃくちゃ簡単というか、かなり直感的にできるんですけど、これさっきこのマウス機能とかね、その他とかアプリケーションの実行とかあったんですけど、これ見ていただくと分かると思うんですけど、キー以外にもいろんな命令を設定することができるんですね。 PC の方のマウスのクリックアクションとか、特定のソフトを立ち上げるとか、そんなねいろんなコマンドをボタンに割り当てることができるので、かなりね幅広く活用できるデバイスです。ちなみにこのリサイクルボタンみたいなやつ、これを押すとデフォルトに戻っちゃうんで、せっかく設定したの全部戻っちゃうんで気をつけてください。であと歯車ボタンを押すと、ありふれたってなんだろうな、
設定ファイルをエクスポートと設定ファイルをインポートっていうのがありまして、今設定したい式をエクスポートですね、書き出しすることができて、他の PC とかで使いたいときはそのファイルをインポートすれば、ペアリングしてるね XP ペンのデバイスであればもうそのままそれをね参照することができます。他の PC で使うときもねゼロから設定することがなくなりますので、これも便利ですね。はい、設定ができましたので、冒頭で見ていただいた編集をね解説を入れながらもう一度やってみようと思います。再生、停止、頭に戻る、これもねこんな感じでキーでね簡単に戻れます。でまず最初のこのカメラが立ち上がるところまで、ここがいらないなと思ったのでここをカットしようと思います。はい、立ち上がって、まあ、この辺かなと。でここでカットポイントを入れてもいいんですけども、もうここから前全部いらないので W ボタンに当たる取る爪ですね、これを押します。そうするとさっき手前にあった立ち上がるところまで、これが全部ね一瞬にしてカットできます。でもう少し先見たいなと思ったら、こんな感じで1秒ずつ進めて、僕が手を出すところになってる。これで来ないですね。でこっから先がいらないなと思ったら、これでさっきの E に当たるボタン、これを押すと今カーソルがあるところから次のカットポイントまでを削除する、取る爪ができます。はい、こんな感じでここまでいらない、これでこっから先いらないとかって編集が簡単にできます。で1秒戻したり1秒進めたり、こんなのもできます。あとこことかもね、こう画面がひっくり返っちゃってるところからこういう風に正位置に戻るんですけど、これも今みたいにここまでいらないとか思ったらこれをカット、はい、でここから先をカット。はい、こんな感じで簡単にカットの、ね、編集とかもできちゃいます。あ、ご覧いただいて分かったと思うんですけど、めちゃくちゃ、ね、作業効率上がるんですよね。で使い終わったらこのスイッチをねこういう風に切ればもうこれで電源オフになります。でこうねワイヤレスデバイスってバッテリーの持ちも気になると思うんですが、これね1回フル充電したらね、ほんと1ヶ月ぐらいはね持ってくれちゃうと思います。かなりねバッテリーの持ちもいいです。なのでさっき言ったねガジェットポーチ入れて持ち運んでカフェとかで動画編集するときとか、めちゃくちゃ作業がはかどると思います。はい、そういったわけで今日はこちらの左手デバイス XP ペンの ACK05 を紹介してみました。概要欄に商品リンクを貼っておきましたので、使ってみたいと思った方はねチェックしてみてください。今日の動画は以上です。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこうしたガジェットの紹介もねいろいろやっていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。